ちは、ハッピーアイドルのピンクのゆずです、今日の仙台は夏日です、30度を超えてます。まあ、はっきり言って、散歩日和ではないんですけども、こういう時こそ散歩に出て、まあ、涼しいところでね、ぼーっとしているよりは体力もつくし、いいかなと思って出てきました。はい、そして、太陽の光はやっぱ体と、ね、心にもすごく、いいし、パワーをもらえると思うので、それもハッピングだと思います。なのでもう30度の日に外に出たということで、ハッピング2つもらいます。じゃあ今日も散歩頑張って行ってみます。はい、こちら、東松島市のキャラクター小野くんと一緒に今日も行ってみたいと思います。はい、じゃあ小野くん、今日も暑いけどよろしくお願いします。はい、はい、ハッピング3つ目。30度を超える猛暑の中、こういう日陰は、すごく、ハッピングだと思います。はい、ここでね、毎朝飲んだりできるので、はい、ハッピーインク3つ目。はい、見つけました、ハッピーインク。はい、標識です。はい、これも、大事なハッピーインクだと思います。これで、まあ、安全が守られているので、ハッピーインクです。ハッピーインク4つ目。はい、じゃあ横断歩道を渡ります。見つけました、ハッピーインク。見ました、初恋通り、名前がもうハッピーインクですよね。はい、誰でも初恋の思い出はあると思うので、ここに思い出に至るのもいいんじゃないかなと思います。ハッピーインク5つ目。この辺は結構仙台駅のすぐ裏なんですけど、意外とこの辺は人が少なくて落ち着くんです。はい、見つけました、ハッピーインク6個目かな。はい、神社です。はい、ここでもね、街の平和を守ってくれてると思うので、ハッピーインクだと思います。ハッピーインク6個目、7個目かな。はい、はい、毎回恒例ですけど、はい、自動販売機です。もうこういうね、30度超えてる日はもう自動販売機がすごくありがたいです。はい、ここで水分補給できるので、ハッピーインクだと思います。ハッピーインク8個目。はい、こちら、絵の不自由な方とかにも、知らせるやつですね。これも欠かせないピンクだと思います。ハッピーインク9個目。公園なんですけど、ベンチとかあるんですけど、暑くてね、誰も座ってないです。今日いつもここ結構人座ってるんですけど、これなんかハッピーインクですよね、このなんかマーク。だいぶ見づらいと思うんですけど、多分何かの模様だと思います。こういうのも見てるのも楽しいですよね。はい、ハッピーインク10個目です。ハッピーインク早かったんでもう1個探します。はい、街灯もね、街を明るくしてくれるので、これもハッピーインクだと思います。ハッピーインク11個目。スルーしてますけど、大事なハッピーインクだと思います。ハッピーインク今日はこれで12個目です。はい、今日もたくさんハッピーインクを見つけました。まあ、こういうね、暑い時とか、テンションがっていう時とかを外に出れば、たくさんハッピーインクがあったり、あと知り合いとかにもあったりして楽しいと思うので、でも頑張って外に出て、ピンクを見つけてピンクに過ごしてもらえればなと思います。はい、今日もありがとうございました。
私。